はい、こんにちは。カメラマンの村誠一です。連休ね、いかがお過ごしでしたか？自分もいろいろこう撮影をしてやってました。昨日ちょっとね、仕事があって、まあ、その帰りにですね、家内と一緒に撮影をやってたんですね。まあ、その模様もね、また、皆さんに、お伝えしていきますね。最近はね、そのライカのね、Q2 とかをね、使ってマニュアルで撮るっていうことをやってみたいっていうようなことになってね、今まではその携帯ばっかりだったんですけど、まあ自分が思ってるのはそのマニュアルで撮ってね、初めて自分の意図するものができると思うんですよね。で、オートのカメラっていうのはオートで撮ってね、その中からいいのだけ選ぶっていうのはもうカメラ任せだってことですよね。で、一番大事なことっていうのは見たまま風景だったり物だったりするものを自分が見て感じた通りにそれを写すことができてね、それで初めてその自分の作品と言えるような自分は気がしてんですね。まあたくさん撮った中から選ぶっていうことももちろんあると思うんだけど、やっぱり大事なことはそのどうやって撮りたいか、どう感じたのかっていうことを写真を撮るような感じにしていかないと、結局オートで撮ってね、後で あの時は良かったけどあんまり良くなかったなっていうことがよくあると思うんですよね。で、そうじゃなく自分が感じてね、いいなと思う光の捉え方とか、どうやったらそのうまく自分が見て感じたものを表現できるかということをね、まあ、これから細かくやっていきますね。まあ、家内の作例も含めながら説明していくとよくわかると思うんですよね。家内も最近その、まあ、横浜の撮影から自分でもねマニュアルで撮りたいっていうことでライカで Q2 ですね、 Q2 をマニュアル露出にしてやってると、まあ、家内は一生懸命考えてるんだと思うけど、やっぱりそのカメラが自動的にその表現してくれるのと自分が考えてその表現するっていうのの違いがあると思うんですよね。で、自分の場合は、まあ、自分はプロだから自分が考えた通りのことが表現できないと、まあ、仕事にならないわけですよね。現場行ってね、こういうふうに撮れちゃったからこれしますじゃなくて、やっぱり最初からもうそういう撮れるというこういうものを撮るんだということが想定して現場行ってちゃんとそれを撮って帰ってこなきゃいけないわけですよね。現場行ってカメラ向けてオートで向けたんだけどうまくいかないからって言ったんでは仕事にならないわけですよね。いい光に出くわした時に、あ、この光いいなと思ってカメラ向けたら意外と面白くないなってこともあると思うんですよね。まあ、今回はですね、舞子ちゃんに来てもらったので、その話をこのどのように作られてるかっていうこと、こうやってたくさん写真をこう切るんですね。切って、まあ、サムネイルですね、サムネイルを作って、でそれを後でこう切り取るんですね。じゃあどのようにしてるかというと、こうですね、こうやって貼り付けていくんですね。裏から裏がこういうふうにパーマセルでこう貼り付けて、こう左右のページを組み写真をこうしていくんですね。こうですね、まあ、あと出てきますけど本の中でね、こういうふうに裏はパーマセル貼ったんです。こうやってこういうものをたくさん作っていくんですね。で、自分で、まあ、こう縦組み4枚組みの時はどうするかとか、でこれは裏はこんな簡単に、だからもうそんなきちっとじゃなくて、まあ、割と適当にしてて、でページ数なんかも後でね、あ、前後こっちがいいなって並べてみた時に前後をこう入れ替えたりするのでページがこう違ってくる。そのガラスにね、窓ガラスに貼りながらやっていくと、まあ、窓ガラスだったらねパーマセル貼り付けてもパーマセル貼り付けても傷になったりしないですけど、壁だったら剥がすと後ろが剥がれちゃうのでね、ガラスだと、まあ、ガラスにもね少しノリがついてしまったりするからあんまり良くないんだけど、まあ、パーマセルぐらいだったらそんなね簡単にちょっとつけとけばいいので、こういうこのようにしてね自分の場合を構成するんですね。で、構成をして、それで実際にモニターで見てそれが合ってるかどうかで、そのサイズとかそういうのがその本当に左右のバランスが本当に来てるかどうかっていうのも確認するんですね。まあ、そのようにして、まあ、自分は写真集の構成をやるんですね。まず最終的にこのような、形のものが出来上がるわけですね。で、表紙に関してもね、まあ、本人ともねこの後話した時の内容で分かると思うんだけど、もう撮ってる時に、あ、これ表紙だなっていう感じで、今回これっていうのは2日間の撮影でやったので期間的にはすごい短いんですね。クラウドファンディングってこともあって予算が限られてるってこともあって、時間内で、
いいものを取り上げるということですね。まあ、それをじゃあどのようにしてやってったかっていうのもね、本人の話を含めながらこの内容がよく分かってくると思うんですよね。で、最終的な本の作りデザインということも全部含めて進めていくのでね、まあ、この辺のところも、まあ、麻衣子ちゃんの話も聞きながら感じ取っていただけたらいいかなっていうふうに思ってます。全体にねセクシーな部分が多いので、まあ、見せられるとこって本当少ないんですけど、ぜひご覧になってください。で、麻衣子ちゃんにね登場してもらいますので、今後ともね、よろしくお願いします。今日は、麻衣子ちゃんに来ていただきました。こんにちは。写真集を一回それちょっと見せてもらって、写真集を一緒にやりました。はい、はい、よろしくお願いします。はい、綾瀬麻衣子です。よろしくお願いします。はい、これはどういうことから始まってこれ写真集になったの？これはですね、うん、私がどうしても写真集を、紙の写真集を撮ってみたいという思いを事務所に伝え、うんうん、そして、クラウドファンディングをしてみようということになり、クラファンで見事達成して、私は野村さんにお願いしたいと、今度また事務所に頼みまして、野村さんに撮っていただけることになりました。ねえ、本当ね、いい作りができましたよね。本当に野村さんのおかげで、この夢が叶って、本当に感謝しかないです。でね、中を全部見せられないんだけど、中をね、この付箋が貼ってあるところは大丈夫なんで、はい、そう、こちらがね、2種類あるんですけれど、ああ、そうそうそう、こちらがクラファンで達成した皆様に、こういうマットなね、写真集、こちらが書店さんにお貸していただいている、ネットでも購入できる方のがこちらのツヤツヤ光沢の方ですね。そうですね、ちょっとこちらで中身は同じなんですけど、どんなのがあるかをちょっと見ていただきたいと思います。はい、それだけ、それだけ外していいですか？そうそう、その都度じゃん、こんな感じですね。見えますかね？見える。もうすっごい私じゃないみたいじゃないですか。そんなことないよね。美しすぎて綺麗ですよね。いや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 、これですよ、これ。ね、写真集の構成で中はいろいろあるからね、はい、で次も見せて、こう自分が何かこう思ったことを喋ってくれる。あ、いいですか？この足の裏まで撮っちゃう。そうなんですよ、こちらがですね、実際の、はい、足の裏と、私の私服なんですけれど、ね、こんな足の裏さえ美しく撮ってくださって、もう本当最高、ね、なかなか自分でも自分の足の裏見ることないですよね。なかなかないよね、普通はね、はい、そしてこれ、あ、こちらもね、これ一応こういう風にね組写真をするんですね。まあ、他のページはね、購入いただいてね中を見ればいろいろ出てると思うので、はい、あ、こちらもね、それも可愛いよ ね、これは、はい、気に入ってます。ね、アイドルみたい。あ、とんでもございません。途中途中この文章が書いてあって、そう、麻衣子ちゃん書いてくれました。はい、ね、結構ファンの方からお聞きしたら、この文章が大好評でして、どんな時に思いついたんですかとか聞かれたりして、ちょっと際どいね、それは。あ、それはダメだ、そこはダメだ。あ、これは、あ、本当だ、危なかったですね。いや大丈夫、別にカットするから。大丈夫ですか？生だったら危ないけど。これはこれがまたなんかノスタルジー、これがね、旅館のね、はい、実は流しのところなんだよね。そうなんです、流しのところに残って乗っかりましたね。乗っかってそこで撮ってんですよ。まあね、実際本当どこで撮ってんだろうと思うけど、2日間にかけて撮っていただいて、ね、1日目が温泉でしたね、地盤のね、あ、これがそう、温泉旅館の、ちょっとこのようなコスプレイヤーのような、このような、このような感じ、はい、ちょっと見えちゃってるんで隠してますけど。ちょっと微妙だよね。はい、ちょっとウィッグをかぶって、はい、ね、このような感じで、意外と
似合っちゃったって思ってます、うん、あ、これすごい私好きなんですよ、うん、この写真皆様どうでしょうか。可愛いよねこれね。ちょっと本当に野村さんのこの光の加減で、うん、顔はこんなに明るくパシッときてるんですけど、ね、後が本当になんか幻想的で、ね、うん、LED でねちょっと小さいやつ当ててるだけだもんね、これね。あ、 LED でしたっけ、うん、したっけ。もうね本当にすごいなと思って、うん、これ焦点どこに合ってるんですか。焦点目だよ目。あ、そっかそっか、目だったんですね、うん、どこやってて。そっかそっか、いや真ん中この辺りなのか、うん、目だったんですね、一応全部目にピントあって、ね、あーそっか、うん、ね、可愛いよね、あどけない少女のような感じで。ありがとうございます、ね、49歳。49歳、見えないよね。松葉舞子です。見えないよね、はい、いやそうですか。野村さんのメンバーシップの皆様とかも、ファンの皆様も YouTube のほらやってらっしゃるじゃないですか、うんうん、いらっしゃる皆様も49歳ぐらい多くないですか。あ、多いんだよ ね、 ね、50から6 40から60ぐらいがだいたい、だから50ぐらいがピークなのかもしれないね。じゃあだいたい同世代ですね、うん、同世代ですね。いや、これもほら、かわいい。あ、そのなんだっけ、ぬいぐるみが、あ、はい、自分のだよね。自分のなんですよ。大事にしててこれをここに登場させてほしいっていうことがあってはい、うちの犬がね、こんな感じのトイプードルを飼ってるんですけど、麦くんっていう犬とそっくりなんで、ね、うん、一緒に写真中写させてもらいました。そうですね、はい、そう、すごい野村さん、この犬のぬいぐるみさえもこんな昭和っぽいけど可愛く美しく撮ってくださるというね、本当にすごいなと思います。あ、これもね、これも本当この組み合わせいいですね、この写真、この見、ね、開きが、うん、この組写真で見るとね雰囲気が出るからね、はい、やっぱりね、そのでよりこう文章が入ることによって際立ってくるからね、はい、なんか生き生きしてますね舞子ちゃん。本当そうですか。生き生きしてますよ。これ本当このね、目がキラリとして、もうねちょっとあれですね、うん、もうちょっとテンション上がりすぎちゃってね、いいですよねいやこの日を思い出すと、うん、本当はもう人生で最高の日だったなと思います、うん、人生でオーバーじゃない。いや本当です。出産日田市と、うん、ナンバー3ぐらいに入るんじゃないかっていう、あ、まあ、出産した日が1位なんですけれど、うん、あ、これね、これがですね、この日は少し風があって、ね、海で寒かったんですけれど、水着になって寒い、みんなもうコート着てるのにね、そうひどいよね、それをこんな風にするなんていうのがちょっと失礼ですよね。歩いてって言って言われて、ね、この時お腹ちょっと出てたんで、うん、お腹ってそれに言われてはいって引っ込めてでね、小走りに走ってますね本当ですよね、ねえ、うん、わあ、これ金色の水着がまた映えました ね、 ね、映えましたね。うん、ここから一緒に探そうって書いてあります、うんうん、この他にもそうそう、これがね、まあ、見せられないんだけど、はい、こういう風にしてまあ後でね、ガラスに貼って、はいはい、でこういうふうに全部こう組み合わせするんですよ。組み合わせしてそれで見ていくんですよ。でこの日のこのねあれの特徴が、うん、ホラーをね、うん、たくさん撮っていただいて、うん、そうなんですよね。ちょっと見せられるのが見せるのがないないんですけれど、うん、まあ本当このホラーをね撮って、そうそう、それをね、うん、使っていただいたことで、うん、さらに昭和感のある、うん、ノスタルジックな感じになってますよね。ね、本当ね。全部ね、後でそのほら、ガラスにも貼ってたのもね、後で写真こう、あ、ここ。そうですね。見えてるってことにして、だから舞子ちゃんがほら撮ってたでしょ。はいはい。あれをだから後で出してもらって。あ、あります、あります。うん。
それだから後でここに出すから、うん、はい、編集でもらって、だから一応その話をしますね、はい、だからどうでしたか、あの窓に貼ってこの、はい、ほらこんな感じで貼っていた写真を見て、いやもうあの日ね、うん、こう来て、うん、あっちからこう来て窓に貼ってあって、もうわーってすぐテンション上がりましたよね、うんうんうん、わーって走ってってもうジャンプする勢いでもうここから順番に野村さんが組写真っていうんでしたっけ、うんうん、で組んでくださっていて、うん、こう見るって言われて、もう目がもうわわわわわわすましちゃっててねえ、あの日本当に感動しました。そう、ああいうふうにね構成するね、それは貼ってあったやつだからね、はい、うん、で今はもうあの終わってるからそこにあるんだけど、まあこんな風にね、うん、まあ、表紙もそうだけどね、もう撮ってる時からこれ表紙だよねっていう話でね、あ、そうですね、うん、これこの部分はもう本当に撮ってる時から、あ、これ萌子ちゃん表紙いいよこれ絶対って言ってね、うんうん、もう本当に結局そうなったもんね、結局ね、そうですね、うん、それとこの赤と黒とこの帯と、うん、あらかじめ撮った後でしたっけ、うん、撮る前ですよね、この形の、うん、決めてやっててね、そうですよね、うん、それ でその表紙をこう剥がしてもらうと、カバーを取るとここが見えても平気かな、これは、そこは、ここは大丈夫ですね、こうなっていて、うん、さらにこちらもそう、このようにさっき私がね走っていたね、うん、そうですね、なっていて、うん、さらに中の扉も赤くこうでデザインされて、はい、うん、でこの次にここにも49歳、北妻舞子、うん、ねえ49歳だととても思えないよねで ここは一応1ページ目のところね、1ページ目ですね、うん、でここから始まるんですが、うん、最後のページもこんな風になっていて、そうそう、うん、これがちょっとおしゃれですよね、になっています、うん、写真集が出来上がるまでって、あ、こういう風なんだなって、一緒にねいろいろ写真集っていうのは初めて、あ、昔沢口マリアっていうね、うん、名前で活動していたんですけれど、うんうん、野村さんにも沢口マリアの名前で、うんうん、ね、疾患大使で、ね、うん、撮っていただいたんですけれど、あの時にみんなで一冊とか、うん、あと、私だけっていうのは、うん、こういう小さいのしか撮ったことないんですよ。あ、そうなんだ。みんなで一冊、それこそ飯島愛ちゃんとか、うん、当時、うん、一緒の、うん、はい、一冊の中の一人とかはあるんですけど、うん、もうこれちっちゃいのしか撮ったことなかったんで、うん、憧れてたんですね。あ、それで今回クラファンで、うん、見事皆様と野村さんのおかげで ね、うまくね、バッチリしこういい感じに出てね、はい、どうでしたか、その後のこうなんていうの、評判とかは、 あれ娘さんとかは見たの、うん、あ、見ました、うん、なんて言ってる、あ、もうすごいねしか言葉が出てこないって感じでした、うん、すごいねって、うん、へーって言ってました、すごいねって、うん、綺麗に撮れてるので、本当もう全部お見せしたいんですけれど、ね、お見せできないんです、ぜひね購入して ね見て、でも購入してくれた人も何人もいるんだよ、あ、本当ですか、そう、わー、ありがとうございます、うん、ね、だからもうすぐに買いましたって言って、あ、すごいと思って、嬉しい、どうやって調べてどうやって買ったんだろうと思ってたもん、感想を聞きしたいですね、ね、私の周りでは、うん、の事務所の社長も含め、うん、皆さんもうすごい一冊ができたねって言って、うん、もうさすが野村さんって言って、うん、言っておられました、ね、でも本当に綺麗な写真集でね、はい、いいよね、デザインはね、かなえがして、そのデザインのね感じもね、こういう感じなんだよっていうのもね、ちょっと伝えていくとね、はい、まあでも写真集ができていく過程をねずっと見てたからね、はい、まあ、楽しみは楽しみはね、構成してね、こんな風に作るんだと思って、多分皆さん一冊の写真集出来上がるまでって多分、うん、なかなか知れないですよね、あんまり教えてくれないですよね、うん、今回みたいにほらああいう風に見せてやるっていうのは多分
あの野村独特なんだと思う、きっと。でも結構あの自分でデザインしたの多いんだよ、みんな。矢田彦ちゃんでも何でもそうだけど、うちでデザインしてるみんな。あ、そうなんですか。そう、すごい。意外でしょ。すごいすごい。そう、そして今日ね、今ちょっといらっしゃらないけど、奥様が本当にすごいいろいろとね、お世話してくださって、デザインもねしてくださってね。そう、夜遅くまでいろいろ考えて、こういうふうにしよう、ああいうふうにしようっつって考えて、まあ結果ね、でも160ページっていうのはなかなかないから、最近はね、やっぱ紙の本って本当なくなったから、はい、あの紙の本が、あの、ここにもあった。それもそうだよね、着物。ね、そう、この髪のね、匂いっていうかがいいって私の女の子の友達たちは言ってました、なんかね、舞子ちゃん昭和昭和って昭和にこだわってたから、いやー、もうだってね、昭和じゃないですか、昭和じゃないですか、だからもうほんとこのまんま昭和観音エロスを撮りたかったので、もう絶対野村さんしかいないと思って、この撮ってくださるのに。でもこれ寒かったもんね、この時。だって寒かったですね。でも寒いって感じはしなかったよ、見てて。いやー、でも頑張ってるから、緊張してるから、寒さは遠のいてたのかな。いやー、でもすごいケアもたくさんしてくださったじゃないですかあの暖房ね、ジェットヒーターでやってるけど、それでもね、寒いよね。いやー、なんでしょう、アドレナリンが出まくってたんですかね。出まくってたからねそうだね、俺も撮ってる時はね、忘れちゃうからね。見せたいけど、皆様にいろんな場所を、まあこれは ね購入してもらって、ぜひ ねこう皆さんに見てもらえばね。これ何、あのネットの写真集もあるの？これよく知らないんだけど。あ、デジタル版がありまして、デジタル版も購入できます。あ、そうなんだね、はい、Amazon とか、あとどこだろう、はい、購入できます、またね、できるといいよね、写真集がね、また最近はね、写真集って本当少なくなって、紙の写真集がすごい少なくなっちゃったから、すごく残念だよね、今本当のもうデジタルになっちゃってるから。俺なんかもう、あのデジタル写真集もやったりするんだけど、実際はデジタル写真集って自分で撮っていながらあんまり見ない、あ、そうなんですか。そう、デジタル写真集になっちゃうと、こう自分で見るってことが少ないから、ここは、やっぱり紙がいいよ。紙は何回でも出すんだけど、デジタルって言ったらやっぱそこを開くまでと、本だったらね、スッと出てきて、あの好きなところからこう見直したりできるから。あ、そうなんですよ。そう、あのもう、あの一回ね、見た後はもうパッと開いたページで、デジタルだとちょっとね、やっぱりなんかぬくもりがないような気がするよね、そうですね、まあ、これが主流になってるから今ね、デジタルの主流、いいのか悪いのかちょっと分かんないね。あ、なんかもしね、よろしければ皆様、ほら、かわいいでしょ、こんな感じに撮れておりますので、ぜひお手元に撮っていただき、その辺に飾っていただければ嬉しいです。本当本当、飾って綺麗だから、やっぱそこがね、デジタル写真集じゃないところの良さだよね。そうですね、私も実際そのリビングに飾ってるんですけれど、勝手にもうインテリアの一部になるからね。なるなる、そう、やっぱりね、この髪の質とかも本当に、あのここは平気かな、分かりますかね、皆さん。髪の質とかがすごくちょっとこう変わってるというか、ちょっとザラザラしてるんだよ ね、まさにこのレトロな感じが出ていて、全体を通して昭和レトロが漂っている一冊になってますので。舞子、ちゃんってさ、趣味は何なの？趣味ですか、いや、うちも犬がいるんですけど、まあ、犬と猫とゴロゴロして遊んでるの一番好きです。なんかゴルフとかそういうのやんないの？ゴルフはやってないですね。やったことはあるけれど、はい、なんだろう、なんかアウトドアな趣味とかですか？私結構孤独な人間で、なんか孤独な人間っていうか、まあ、家族と遊ぶっていう感じで、まあ、ウォーキングしたり、サウナ行ったり、娘と買い物行ったり、
あとまあ友達ももちろんいるにはいるんで、友達とサウナに行ったり、うん、この間格闘技見に行ったんですけど、そういう感じですかね、うん、そういえばコロナになってからあんまり出かけなくなりましたね、うん、YouTube の、 あの方と、はい、一回撮影会もやったらいいと思うの。やりたいですね。ね、やりたいです。うん、で、ね、はい、こうもしそういうふうな、ね、ことができて、まゆこちゃんみんなに撮ってもらうと。あ、うん、いいですね。今初めて聞きましたけど、その話。本当ですか。はい。うん、いや本当じゃないですか。うん、ぜひお願いしますって言って。ぜひ皆様撮影会してください。よろしくお願いします。ね、まゆこちゃん動けるからね、はい、どんどんね。ちなみにあのほら。私、うん、野村さんのメンバーシップにも入っております。ね、入っちゃったって今日聞いてびっくりして。そう、私も一眼レフ持っていて、うん、で実際あの人を撮ったりはしてるんですよ、友達ですけれど、うん、それで野村さんにその数値を教えていただいて、うん、そのまま撮って、うん、この間もちょっとして撮影してあげてきました。それ以外は何撮ってるの？風景撮ったりしてるの？風景ですね、うん、それこそ新宿御苑行きますよ。何新宿御苑行ってんの？あ、そうです、新宿御苑に行くんですけれど、でも年にやっぱ 1,2 回桜の季節ととか、うんうん、まあそんなたくさんは出ないんですけれど、うん、行かないんですけれど、新宿御苑大好きです。何カメラ何撮るの他にも？あ、人物以外は、うん、人物、風景、うん、旅行行った時に、うん、あと犬も撮るんですけど、うんうん、犬猫も撮りますけど、うんうん、旅行行った時が多いですね。やっぱ家の中で犬猫撮る時はあんまりスマホの方がね、うん、簡単なんでね、うん、で外に行ってあの旅行行った時に風景を撮ったり、うん、あ、神社仏閣的な、うん、景色ですね、やっぱ一番多いのはね。あ、そうなんだね。友達も撮ったりしてあげるんですけれど、うん、でもそこまで腕がいいわけじゃないので、うん、はい、景色だったら撮りやすいじゃないですか、うんうん、今年行ってた桜？いや、今年それがね行けなかったんですよ。行けない。なんかね、うん、あの前まで行ったんです実は、うん、前まで行ったんですけれど、時間がねちょっとねタイトに今日スケジュールが変わっちゃって入れなくて、うん、そこ5時とかなんかまでじゃないですか、うん、そうなんです。でも桜の季節は目黒川とかはあのそういう綺麗なところに行って、ね、うん、綺麗だからね、撮るの好きでしたね。海外とか行かないの？海外はそうですね、2年、ちょうどコロナ前に、うん、コロナ始まった時2月頃1月頃騒がれて、2月ぐらいから多分すごかったと思う、うん、3月からすごくなったんですね、うんうん、私ちょうどハワイに2月2日から2月20日まで、うんうん、結構長く行ってたんですよ、うん、ハワイで撮ってました、うん、あとはさ、うん、旅行とかは国内旅行はあんまりしないの？あ、国内旅行も、うん、あのコロナ前は行ってたんですけど、うん、今はそうですね、あんまり行かなくなっちゃって、うん、あ、とはいえ熱海とか、うん、まあ近所は行きます、うん、来週ちょうど福島に、うん、福島にそう十何年ぶり、震災前以来なので12、3年ぶりに来週福島行ってくるんですけど、うん、それなんで行くの？あの YouTube の撮影で。あら、 YouTube やってんの？やってます。やってる。じゃあ言わないと、 YouTube、 あ、いいですか。あの綾瀬舞子チャンネルっていうのをやっておりまして、うん、そちらではあのまあ、最近でんですけど、最近なんですけど、うん、こういろいろアップしていこうと思って、うん、福島は私のおばあちゃん家があった場所なんですよ、うん、で震災後一度も行ってなくて、うん、でちょっとあの心残りと言いますか、うん、で今回行ってくるんですけれど、それもまあ時期にアップして、うん、私がみんな見てもらわないとね。あ、ぜひお願いします、うん、一眼レフで撮ってるところとかも映ると思うので。あら、すごい、はい、カメラ何使ってんの？でそれがでもいいカメラを持ってないので、の何年前かに買ったキャノンキス、あ、すごい、なんとかセブンでしたっけ、なんでしたっけ。すごいじゃん、本格的だ。え、でもすごいなんかね、レンズもそのまんま買った時のまんまで。いやいや、でもすごいよ。でもそれ一眼レフを持ってやってるんだからすごいじゃん、うん、娘も持っていて、実は全く同じキャノン持っていて、娘さんも一緒に行ったりするんだろう、
旅行に。あ、行きます行きます、じゃあお互い取り合ってんだ。じゃあ娘は一眼レフはそういう時は置いていくんですよね、重いからね。一眼レフを買ったっていうのは どうして買ったの？カメラ写真が好きだから買ったっていうんじゃなくて、なんかきっかけがあって、でイオスキスを買ったきっかけって何？それはですね、うん、昔大分に旅行に、旅行兼仕事で行ったんですけれど、私ちょっとあのインフルエンサーみたいなことを前していまして、でいろんな講演会もやっていたんですよ、で大分の講演会の時にカメラを忘れちゃって、ビデオカメラ、録画するものがない時に、あ、もう一眼レフ買っちゃおうと思って、で一眼レフで録画したっていうのが始まりなんですけれど、まあ持ってみたら楽しくって、で世界が変わりますよね、この本当ちょっとのファインダーの中に映し出されるのが、あ、野村さんなんてね、もうすごい景色が美しくって、何度も言ってるんですけど、野村さんの世界は美しいじゃないですか、私の世界は、まあ、まだまだなんですけど、こう肉眼で見るよりもやっぱりこう切り取って美しさをこう表現できるっていうのも魅力にちょっと取りつかれまして、はい、ちょっとやっております。今後はどんな写真を撮ってきたりとかあるの？あ、でもそうですね、本当はそのまあなんか抜きんでって上手になるにはどうしたらいいかなって思うんですけれど、そうですね、犬とか猫を上手に撮れるようになって、まあ犬ですかね、外に連れてって犬かけるあの外の景色とか、そういうのが撮れたら自分の思い出にもなるしなって思ってます。まいこチャンネルって始めたきっかけは何だったの？あ、 YouTube のですか、はですね、突然2年ぐらい、もうちょっと前かな、熟女 YouTuber になろうって思ったんですけれど、やはりその職業柄、こういう職業柄、ちょっとそのバンされると言いますか、ライブ配信してても落ちてしまったり、警告が来たりしていたので、怖くなって一時期やめていたんですよね、でもちょっとなんか急に再開しようと思って、本当に今月からです、5月から、またいっぱいアップしていくようになりました。まあこの、なんていうの、うちを見てる人でもね、まいこちゃんのファンはたくさんいると思うからね。いたら嬉しいんですけどありがとうございます。ね、だからまいこちゃんぜひね、応援してね、みんなでね、もう盛り上げていかないとね。よろしくお願いします。写真で難しいところってどこですか？写真はですね、肉眼でそれこそ見ているのと、あの景色なんかそうですけども、うわー綺麗って思って、こうカメラに映し出すと、その部分切り取られるのは、それはドラマチックなんですけれど、想像と違うんですよね、想像していた切り取りはこうじゃなかったっていうのが、出来上がってこう見てみて、え、ちょっと私の撮りたかったのじゃないっていうのはよくあります。そうなんだ。あと色ですよね、その、もっとあの野村さんのように本当にこう、なんて言うんですか、例えば、あ、見せたいけど見せれないもうあのこのですね、黒電話一つでもですよ、これね、昭和のね、そう、昭和のって用意してもらったんで、この黒電話一つでも、この1個からドラマが生まれてるじゃないですか、昭和なんだけれどレトロなんだけど、多分何年後か見ても新しいと思うんですよ、こういう色とか雰囲気が、この切り取り方ができるっていうのはやっぱりセンスなんですよね。そんなことは普通だと思うけど私にはこんな、もうベタに普通に撮っちゃうと思います。じゃあ今後は何、その自分の作品集を出したりしないの？あ、いいですね、考えてもいなかったなんか野村さんの、あっちのメンバーズシップの方でもいいですし、普通でもいいんですけど、皆さんってそういうないんですか、撮影会？いや、しようとは思ってて、まだ始まったばっかりだから、いろいろ企画はしてるんだけど、それでみんなとね、そういう撮影会やったりとか、あの懇親会みたいなものをやれればいいかなとは思ってる、だから普通のね、まあ YouTube の人がね、
どういうことやってるかじゃなくて、野村野村らしさがあればいいかなっていうふうに思ってるから。いや、私も参加させてください、うん、そしたら、ね、ぜひ。野村さん、逆にどうしてこういう画角になってこの色になるんですか？あんまり考えたことないんだから、はあ、天才ですからね。天才っていうか、だからね要するにほら、うちの YouTube で言ってるのは、構図なんか考えちゃダメだと、うんうんうん、で構図なんてもう自由に撮って、後からついてくるもんだから。あ、うん、構図構図って意識すると、うんうん、俺はダメだっていうふうに教えてるだから、ここではね。それじゃあ数を取った方がいいってことですか？数を取るっていうか、俺はいつもね、もう何かに感じたらシャッターを切るようにしないと、ただ撮りたいとかそういうのはダメだと。だから、いい、何かいいとか、何か撮りたいとか、何かこう感動しないで、うん、ただシャッターを切っちゃうとダメだと。すごい深い深い深いです。ごめんなさい、つい野村さんの顔見てしまう深いです。すごい深いでしょ。だって普通にじゃあ黒電話を取ろうっていう時は、多分ほんとベタに取っちゃうと思うんですけど、こんな画角で取ろうっていう発想がないです。瞬間的にここに行くっていうのはまずないですよ、まあね、あんまり考えてなくて撮ってるからね、うん、考えてなくて撮ってるって変だけど、うん、いやーすごいです。センスですよね、センスとその天性のセンスですよね、うん、ね、そう、今度ほらね、舞子ちゃんも含めてね、はい、そうやってこうメンバーサイトの人とね、こういう機会を持てればすごくいいんじゃないかなと思うけど、すっごいいいです、楽しみ。私も皆さんと一緒に生徒として教わりながら、うん、写真きれいに撮れるようになりたいです。うん、結構ね、田舎の上山町なんかも撮影会してるんだけど、うん、結構年配の方もカメラ持ってくるんだよ、はい、あ、そうですか、うん、年齢層はもう一人すごい上手い人がいて、はい、結構賞を取ったりとかして、まあうちでも必ず賞を取ってね、もう常連さんなんだけど、それ以外にもアマチュアでもうね、いろんなとこで賞を取ったりしてる、もう本当上手い人がいるの。それはコンテストみたいなのがあって、もうしょっちゅう出してるの。どこでわかるんですか？まあそのほらやってる人は常に多分そういうの知っててやってんだと思うね。うん、うん、よくだから賞を取ってるよ。あ、いいですね、すごい、うん、見てみたいです、その写真とか、うん、もう来て、で俺の撮影会の時には、うん、来て魚眼レンズで撮りましたって、モデル魚眼レンズで撮っちゃダメだろうって言ってんだけどまあそのくらいこうなんていうかな、飛び抜けてるんだよね。まあその発想が面白いのかもしれない、うん、でもうまいよすごく。だからその舞子ちゃんもその人と、はい、張り合ってグランプリを取れるように、はい、なりたいです、ね、でも目標があるといいですね。そういうコンテストっていう目標があると、うんうんうん、野村さんコンテスト作られたらいいんじゃないですか？どうですか？コンテスト作られてるっていうか、だから田舎ではそれやってんだよ。田舎だけですか？田舎だけ、もう16年17年目かな。でも一応審査員で俺が一人で選んでるんだけど、町おこしでやってるんだよね、うん、あ、はいはいはい、うん、でもみんなうまい、もう本当にね、うんうん、風景なんか俺よりうまいよ。風景がみんな大体、いや風景とモデルの部とあとふるさとの笑顔の部っていうのがあって、あと一般的な4つぐらいかな、テーマ的には。モデル撮影会はコロナになってから中止になっちゃってるんだけど、まあ再開するのはちょっとまだ先になるかな、きっとね。だその時はモデルさんを東京から連れてって、で撮影会を実際今までは恒例でやってたのね。でその時に講師とかしてうん、教えたりとかそういうのもやってた。それをぜひこのメンバーシップまたは野村さんの YouTube 内でも、うん、本当はね、本当はそのようにやるのが一番理想だと思うんだよね。で数えたら17年だけど、本当に最初の頃なんていうのは、うん、まあとてもお世辞にも上手だなんて言えない人をね、でもグランプリ決めるんですかって言ったら、いや決めてもらわなきゃいけないっていうか、このまま翌年もさらに続いていくのかなと思ったら、今はもう本当俺よりうまい。
本当ですか、野村さんよりうまいって。そんな、じゃあ風景なんかもうとてもふるさと名案の部ってなんだけど、はい、まあ要するにほら実際ね田舎を年中行ってるわけじゃないから、じゃあ名案で同じ写真撮れって言ったら俺には無理だもん。だってその時間帯その場所をまあ毎年知り尽くしてるってこともあるじゃない、だから そこがちょっと違うんだよね。であとは今度はね、うちの実家からすぐのところにコストコができるからね、今度はじゃあ舞子ちゃんたちも遊び来てもらってぜひ、ね、お願いしますコストコできるってすごいですよね。すごいよ、ほんとすごい。もう本当に歩いてすぐ、今ねあの目の前で工事が始まってるから、その敷地の広さにびっくりするよ、うん、こんな広大なコストコができるんだってじゃあ来年には。そう、来年できるよ。来年の5月頃って言ったかな。いいですね、暖かくなった来年の今頃。来年の秋だって。秋、来年の秋。じゃあ来年の秋にはそこにみんなでお泊まりをして、うん、野村杯をぜひやってください。あの駅前にね、ホテルができて、温泉ホテルができて、うん、そう今蝶々がすごくて、温泉掘ってホテルも作るんだって言うから、すごいですねって。駅前がもう田舎のあの駅前じゃなくなっちゃったから。すごい、うん、みんなホテルで泊まってね、あのコストコでうちに遊びに来てもらって、うん、みんな泊まるわけいかないと思うからあの、ね、そういう風にすればより楽しいと思うんだよね。楽しそうです ね。ぜひね、そういう風にこう、はい、なってもらいたいですね。叶えてほしい、叶えてほしい、叶ってほしいです、ね、まあ、じゃあそんなことでね、じゃあ舞子ちゃんの第2弾をあのぜひねできるようにね、うん、そうですね、うん、何かありますか、メッセージ、舞子ちゃんからこう、こういう風に。いやなんでしょう、皆さん仲良くしてください、よろしくお願いします。舞子チャンネルの宣伝をしとかないいんですか。もちろんあ、じゃあちょっと綾瀬舞子チャンネルはですね、まあ私職業柄やはりちょっと性に携わってきていますので、うん、真面目に性の先生を先生としてお答えしたりもいたしますし、うんうん、あとは普通にですね、うん、あこれなんか後でアドレス入れるけど、綾瀬舞子です。あでもちょっとそれは出していいんだったら、こんな感じでですね、うん、100の質問とか言ってこの間お答えしたんですけど、ん、今日は何ですか。今日ですね、100の質問募集しましたね。募集しました募集しますこんな感じで、うん、アドレス入れときましょうじゃね。ありがとうございます、うん、そうです、あのこの今お話しされていたカメラマンの子が、うんうん、まあ、あの私の昔沢口マリア時代にお世話になったマネージャーが、うんうん、高倉組って知ってますかね、うん、悪役プロダクションの社長をやってまして、うん、そこの男の子がずっと無償でこう、うん、編集と、うん、あの撮影をやってくれて、うん、この子が福島なんで、うん、ちょうど私のねおばあちゃん家も福島だったので、うんうん、そうです、来週から福島と東京でトリオを始めるようになります。綾瀬舞子チャンネルよろしくお願いします。はい、もう見えなかったから、はい、うん、じゃあアドレス入れておきますからね。ありがとうございます、はい、また遊びに来てください。はい、はい、これからもよろしくお願いします。舞子ちゃんでした。舞子チャンネルもよろしくお願いします。皆さんね、はい、よろしくお願いします。はい、写真集もぜひね買ってくださいね。そうです、見ていただけると嬉しいです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、また会いましょう。はい、よろしくです。はい、どうでしたか。まあこんな感じでね、まあ、話して、それで、まあ、本人ともね、あの事務所の方ともいろいろ編集者とも話して、まあ、事前に打ち合わせをして、こういうふうにしよう、こういうふうな感じにしようとか、ページ数はじゃあこういうふうにしようとかって、もう本当に最初からね、どういうものを作るかってサイズももう決まって、このサイズでページはどうするかって決めていかないと、まあ、現場で撮影するときに、まあ、混乱が起きてしまう。混乱つってもね、もうあの撮るのは自分だからね、自分がよく分かってればね。で最終的にその本のデザインも自分がするということがもう最初から決まってるので、まあその辺でね、こういう作りにするんだということがもう分かってるから、
その全体をじゃあどうやって撮るかっていうのをもうとっさの判断でどんどん撮っていくんですよね。まあ、こういうその本の作り方っていうのも、まあ、皆さんがね今後そのまあプロを目指していく方がいたとしたら分かっていただくとよりこう面白くなると思うんですよね。撮ったものでなんとかなるんじゃなくて、もう2日間っていうもう日程で160ページ撮らなきゃいけないってなったら、160ページをどうやっていうかね、いい写真がいっぱい並ぶようにこう撮っていく。表紙なんかもそうですよね。もう表紙ってこうインパクトがこうどうしても必要なので、ここにねこう写真をこう少し入れて構成してるんですね。で帯でこうちょっと隠してはいるんだけど、購入した人が楽しめるようにね、ね中でもあったと思うんですけど、舞子ちゃんも中に表紙がこうなっていた。意外とここのねカバーを外したところって意外と見ないんですよね。であとはこういう文字の使い方とか、こういったところもね、その自分の場合はデザインをするので、初めから文字をこういうふうに入れるとかもう頭の中にあるんですね。今までも400冊以上やってきてるから、そのどうやって作るかっていうのを、まあ、初めから考えてね、紙はこういう感じでこういう表現にしようっていうのも分かっているからね。これはちょっと見せられないですけど、ポラロイドでね、まあ、撮ったものを後でデジカメで撮影、マクロで撮影して、で今回中にたくさん入っていますので、まあ、それもねもし購入していただいて、これをね見てもらえば、あこういうふうにやってるんだっていうことが分かってくると思うんですよね。まあ中にはねもう買っていただいた方がいてね、この話ってあそうなんだっていうふうに思われる方がいると思うんですけど、まあこんな感じで、写真集一冊ができました。今日はありがとうございました。またお会いしましょう。今日はありがとうございます。